こんばんゾンビ、ジャッシュです。ゾンビです。今回もやるぜ、残酷の面白いお菓子の食べよう企画パート7。今日はどんなお菓子が出てくるのかな。早速紹介していこうか。一つ目はこれ、土曜日ブログ。こちらは春菜さんからのリクエストです。宇宙人グミって呼ばれてて、日本でも流行り始めてるんだって。これ宇宙人なんだ、アメーバかと思った。劣化目玉が思いっきり膨れてくるぞ。引っ張ると伸びるんだって、やってみよう。ずっと冷蔵庫入れてたから硬くなっててあんまり伸びない。あ、切れた。ある程度常温に戻してもう一回。お、伸びてる伸びてる。ああ、この感覚、ハイツーを引っ張って伸ばしてる時と似てる。うん、ハイツー伸ばすの？よし、どんな食い方してんだよ。ガブリツーっていう、長いハイツーあるじゃん。あれ伸ばしてる感じ。ああ、ガブリツーね。じゃ、食べてみようぜ、いただきます。ドローリのグミ、いろいろ食べてきたけど、この手のグミって、軟体食感が、固めのマシュマロなのね。うん、弾力がすごい。味は色によって違うみたいだけども、何の味なのか、よくわかんないな。フルーツ系っぽいんだけど、この色は何の味？って自信持って言えないぜ、何の味なの？ネットで調べてみたら、ドゥッテイフルーティー、ストロベリーバナナ、ラズベリー、の3種って書いてあったぞ。ドゥッテイフルーティーってなんだ？ドゥッテイフルーティー、イタリア語で、すべて果物、という意味である、様々な種類の、砂糖漬けにされた果物が、細かく刻まれたもの、あるいは、複数の果物の味が合わさったように人工的に作られた香料が入ったカラフルな砂糖菓子。なるほど、フルーツミックス的な感じか。日本のお菓子や見かけないフレーバーだね。どんな味か気になった人はネット通販なんかで探してみてくれ。続いてのお菓子はこちら、バブルゼリー。パッケージの変な猫が妙に可愛いな。説明のイラストを見るとレンマ目のように練って遊ぶお菓子なのかな。中を開けると、ストローが2本入ってる。この2本のストローで、飴を練って、ストローで吹くと、風船ができる。風船のように膨らむ練り飴って、面白い発想だ。食べてみようぜ。いちごっぽい味が。そうだ、これに、さっきの宇宙人入れてみただろうが。お、いいね、やってみよう、宇宙人もビッグ。もっと簡単に、全部の色、入れようぜ。それでは、お味なんかこの甘、何が何の味なのか、全くわからず、ただただ甘い。本当だ、一週間分くらいの甘いものを、今一気に摂取してます。みたいな感じ。これ食べたら、しばらく甘いものや、いらなにゃ。ラストはこれ、ジューシードロップグミ、ソーダ味。これは見たことある、スーパーでも売ってるような。パッケージに日本語ついてるから、日本のお菓子かと思ってたけど、これも韓国語なんだね。ああ、原産国は中国だ。丸いグミの中心に、ソーダシロップペンで、シロップを注入するという、遊び心あるグミだ。食べてみよう。うん、おいしい、酸っぱいシロップがたまらん。本当だ、この酸っぱさは、癖になるぞ、うまい。たくさん食べたら、もう完食してしまったぞ。酸っぱいシロップ、余っちゃったね。そうだ、このシロップ、さっきの宇宙人に乗っけてみようか。こうやって。いただきます。さっきから、甘ったるいもの食べてたから、この酸っぱさは、ありがたい。この食べ方いいね。お、これもやってみよう。いただきます。酸っぱないがアクセントになって、いい感じに味変されたぞ。
ということで、今回はここまで。また、いろいろなお菓子を紹介していくので、こんなお菓子知ってるよー、という情報などありましたら、教えてくださいな。それではご視聴ありがとうございました。バンバンゾンビ。